違うよ。いけるかな。多分大丈夫ですよ。今1段か。本当だ。ちょっと神秘的なとこなのかな。なんかそう、石も結構ちょっと変わってますよね。うん。切り出したよね。つろらが結構つろらができとったけど、ダメですよね。みんな結構動いてて倒ってたよ。やっぱり これが大きいですよね。いや、これやっぱり、うん、あの、どうですか体力的に。体力的にはバリバリ大丈夫ですよ。バリバリ若さゆえの。そうですね、もう。何歳なんですか。24歳ですね。24歳、はい、バリバリこれからですね。そうですね、もうそこからあの日々の生きがいって何なんですか。日々の生きがいは、まあ、YouTube を見ることですね。バズらせると。そうですね、まあ、登録者数が40。今60。あ、60。おお、歩けるってのは嬉しいです。いやいや、そんなもう、そんなもん、僕、普通の大学生なんで、本当に。いやいや、もう、全然そんな。こうやってカメラまで出させてもらって。いやいや、もう初心を忘れちゃいかんと思って、そうそうそう、僕らは本当に。僕らも普通って、普通は。今度は自分らがこの子供たちに意味を与える番ですからね。あ、そうそう、僕らはね、見て、子供たちがね、YouTuber いいなって思ってくれたらね。そう、夢を叶えたみたいな。そんな僕らやったことできないですよ。その YouTube はみんながね。もうそろそろか。もうそろそろ。もうそろそろ。もうそろそろ。鬼滅の刃の1話を思い出して、ね、主人公の親子が殺されて妹だけをねこう背負ってね、そうなんですね。富岡義勇が来てすごいね、このつらら。ちょっと撮ってみて。大きいやつ。おお、すごくないこれ。すごい。うわぁ、鬼の牙みたいな。ああ、はい。いや、もう普通に歩いてくれたら大丈夫です。お目指すの。
っと雪が強くなってきたかな。おっ鬼が、ああ確かになんかあの鬼ですよね、あの、うん、さっきのね饅頭屋さんのこんなところにクイズ気になる、こんなことあるんだ、これがですね、うわすごい、これ確かに先ほどの鬼ですね。そうですね。持ってる。本当だ。白ですけど黒になってるね。ねえ、立ち入り禁止、猛犬、ドーベルマン、ブルドッグ。あ、すごい。いや、はやかい。どこにあるの？どこにおる？どこにあるの？お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ずっとね、雪、うん、の中でご苦労様です。そうですね。え、もう帰られるんですか？そうですね、もう帰りますね。何されるの今日は？今日は帰って編集ですね。あ、編集、はい、なるほどね。ご編集お願いしますね。最後は NG なしで言ってもらうと、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、スタート。